こんにちはなわけです。今日もね、完全無課金ロマンシングサラリーユニバースやっていこうと思います。先日ね、チケットガチャとあとロックブーケ30連で出たんでね、やってたんだけど、ちょっと戦力的に昔のねキャラだとね、やっぱりきついっていうことで、まあ100連というかね、やっていこうと思います。だから7万9000くらいになったら100連やったことになるのかな。でこれ15連なんだから、15連なんで150連になるのかな。まあ、とりあえずやっていきましょう。でリアムが出たらもうそこで終了っていうか、もう戦力的にねちょっとやってて厳しいかなっていう部分あったので。おからな、これは誰だ。90、あもうここまで、あまたかぶって、かぶったかぶった感じがするな。あこれはロマサガ、ロマサガじゃない、普通のただの、まあ、魔界闘士サガだね。お値はミディアム、そのまんまミディアム、ミディアムではないでしょうか。でもそんな強くもないんだろうな。ないんだけどね。うわぁ、かぶるなぁ。これ、ルージュを育てろってことなのかなぁ。お、これ最終工程かな多分。ロマンシングサガ2の。オッケー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 。オッケー。ああ、これでちょっと変えよう、キャラクター。私、ロマサガ2、一番あるんだろうけど。これもパスかな。はい。お、あ、リアム出た。オッケー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 。ああ、出た。オッケー。リアムと最終工程が出たんで。はい、これで終了。よし、よし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 。オッケー。リアムが出たらもう、これでオッケーです。戦力的に今厳しかったからな。最終工程と入れ替えして、あとリアムと。オッケーオッケー。ああ。ギリギリ90連っていうか、だったんだな。まあ、あ、15連だから違うか。だと、やりたかったのはね、3ステップで無料っていうことだったんで、ここやるってことになるのかな。まあ、とりあえず、3回やれば、1回10連、あ、来た !OK。10連無料っていうことなんだね。OK、OK。お神様。あ、でもこの神様って強いのかな。神様。おお、でも、なんだ、これ誰だ？ヴァンパイアレディ。強いんだろうか、この、で。ミルザか。まあまあ。まあ、ミルザは、私の主戦力になってるからね、ことでしょ？はい。最後、行きましょう。あ、これ、外れ。最後は外れか。まあいいや、とりあえず。見ていきましょう。あ、いきなり外れと言いながら、ポルカ。これ成長したポルカかな。おー、こんなのあったんだ。私持ってないな、昔のアカウントでも。この変なバレンタインのやつはいらない。誰か知らないけど、まあ最後、まあいい感じじゃないかな。でこのポルカが一体あとはどれくらい使えるかっていうことで、はい、そういうわけで、まあとりあえず編集を見て、パーティー編集で今こうなってるので、コッペリアとカタリナを外すことになるのかな。まずリアム入れるよね。で、コッペリア、まあこれはいいや。コッペリアのところに、あ、最終工程最初からなんか強いぞ。あ、もともと別でロマサガ2ので育ててたから、まあこんな感じかな、こんな感じかな。私のとりあえずの最強パーティーはこんな感じかな。はい、そういうわけでね、結
構ねいい感じで、そもそもリアルをね狙って、頑張ってたので、これで戦力はほぼほぼいいんじゃないかな。ロックブーケも新しいロックブーケ出て、最終工程いて、ミルザがいて、リアムがいて、ノエルは私は好きなんでね、まあ比較的全体攻撃があって使えるということなんで、これでねまたちょっと進めていこうと思います。はい、それではおやすみなさい。